12KB サムネイルブロックノイズの例。空の色がグラデーションになっていないブロックノイズ時期記録装置において磁気ヘッドに磁性庫が付着するなどの現象が起きて磁気情報を再生できなくなった時に発生するノイズ。デジタルビデオ機器ではフレーム画を88などのブロックに分割して処理するものが多く四角いブロック状のノイズとなるためこのように呼ばれる。 デジタル映像圧縮を行った映像において画像の一部領域がモザイク状に見える現象。このノイズは模様やエッジのある部分よりもグラデーションなどのペリした画像で特に目立つ。正しくはブロック歪みという。このうち本校では2について解説する。右下の風景の写真で特に空の色がグラデーションになっていないがこれがブロックノイズである。 MPEG-2 や JPEG などの高効率符号化方式では、離散コサイン変換を採用している。この方式は画像を小さな区形ブロックに区分し、ブロック単位で効率の良い符号を割り当てることで、データ圧縮を行う。この際、各ブロックに対して割り当てられる、情報量に上限があるため、 高い周波数成分を省略することで圧縮、すなわち、情報量の削減をしている。結果として、元の情報には戻せない、非可逆圧縮となる。圧縮の割合が高くなると高周波成分の量子化数を下げるだけでは対応できなくなり、低周波成分の量子化数削減が行われる。その結果、ブロック全体にセットアップが乗った状態となり、 隣のブロックとの境界部分で木土地や色地の連続性が失われ、ブロック上の輪郭が目立って見苦しくなる。また、見た目では、ブロック間に段差が生じているように見えるものの、実際には段差自体は大きくない場合もある。段差のように見えるのは、エッジの傾きがブロック間で不連続であることや、ブロック内部では高周波成分が量子化により、 減少しているのに対して、ブロック境界では高周波成分が残ることが主な原因である。伝送の際に十分な伝送帯域幅があれば圧縮率を抑えることができ、ブロック歪みは発生しにくくなる。また、コンテンツの場面ごとに異なる情報量に応じて圧縮の程度を変化させることや、可変ビットレート不合化方式を採用することで、 ブロック歪みを発生させずに平均ビットレートを下げることも可能である。ウェーブレット変換などブロックノイズが原理的には発生しない不合化方式もある。誤用されがちな用語にブロックノイズと同じく画面の一部のブロックが破壊されるベリノイズがあるが、これはビットレートの不足によるものではなくビットエラーによるものである。ありがとうございます。